角に残る歴史香る場所を訪ね歩く街角ウォーク。今年2回目は漁業が盛んな飯野浦町を歩きます。歴史散歩に出発しましょう。増田市立歴史民俗資料館人気のイベント街角ウォーク第2回目です。今日はとってもいいお天気で絶好のウォーキング日和となりました。今日私がやってきたのはこちら飯野浦漁港です。たくさんの船が並んでいてとっても素敵な風景ですね。今日はどんなところを歩くんでしょうか。私もとっても楽しみです。それでは歴史散歩に出発します。歴史民俗資料館の新松晴美館長にお話を伺います。館長、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は第2回目。そうです。天気も良くてね、バッチリですね。ね、絶好のウォーキング日和と。はい、今日はどちらを歩くんですか。はい、今日はですね、飯野浦町の神行峠を中心に歩きたいと思っております。神行峠というと、こう岩がこう人がこう寝ているような形という。ああ、そうですよ ね、有名な岩もありますけれどね、やっぱり峠というぐらいなので、昔の道なんですよね。あの江戸時代から続いてる道を、もう私たちが歩くところはね、コンクリートですけれど、歩いていきたいなと思います。なかなかこう増田の一番端という飯野浦なの で、 そうです、ね、なかなか歩く機会ってね、そうだと思います。ねえ、ないと思うので、はい、私も楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、今日暑いのでちゃんと帽子をかぶって。バッチリです。はい、熱中症対策にも気をつけながら。そうですね、はい、はい、じゃあ歩きましょう。はい、はい、よろしくお願いします。コースは飯野浦漁港を出発し、海沿いにある民家が集まる通りを歩きます。通りを抜けて神行道へ入り、神行岩の見えるポイントへ向かいます。案内役は尾のボランティアガイドの海部高道さんです。やっぱり漁業が入るなと。かつては島根一を誇った時期もありますので、その漁業と、それからあの道路ですね、道路、それと鉄道と、これが飯野浦の発展に大きく寄与しておるというので、まあこの3つをポイントにして今日の題名に合うようにご案内しようと、そういうふうに考えておる。松島の磁石石は県指定の文化財天然記念物で、高さ30メートル、周囲150メートルの磁性を帯びた火成岩の塊です。現在は磁性を失っていて、島の頂上にある高さ85センチ、幅60センチの石に弱い磁力が残っています。松島と言われるという名のものです。で、これは昔はもっと綺麗だったようです。見栄えがするものというものであって、まあ宮城県に松島というところがありますが、そこの辺からお名前をいただいたのかどうか、それははっきりしませんけども、松島と言って、まあ飯野浦のシンボルみたいなものだったんです。だから、関西の方に出られた、あるいは関東の方に出られた人は、まあ、そちらの方に住んでおっても思い出すのはこの松島と言われるぐらいに景観を誇っておったようです。帰ってきたら必ずこの松島を眺めるというような、存在であったようでございます。それからもう一つ、ここはあの磁性を帯びておるということで有名であったんですが、今はわずかな磁性しか残っていないようです。向こうが半分の、昔はひっついとったんでしょうが、崩落して形がちょっとかわいそうになっておりますけど、二つの山にこうなっておりまして、向こう側に磁性が多少残っておるというふうに言われてるんじゃないと思います。これから神行峠の方に歩いて向かいます。それでは行ってきます。
一行は飯の浦漁港を後にし、民家が軒を連ねる通りを歩きました。古くからの家が多く、家の繁栄を願って描かれた塀があったり、すぐに海に出られるようにと家の横に細い通路があったりと、明治大正時代の漁村の町並みがそのまま残っています。また昔の漁村の家に多く見られる中二階造りの家もありました。通りを抜けるといよいよ神行道に入っていきます。神行道はもともと山の頂上を歩く非常に険しい道でした。明治5年頃、当時増田を支配していた津和野藩の藩主の命を受け、崖を切り開いて道を作り、およそ2年半かかって今の神行道が作られたということです。海を眺めながら歩くことができるこの道は増田実景の一つにも選ばれるほど。貝部さんは道の途中途中で見える島や岩など風景の説明もしてくれました。沖に見える島は山椒島と、その横にある小さな岩場は通称喧嘩島と言われる場所です。山椒島と言いますが、あ、これ今左側にちっちゃい島が見えるでしょ、波が打って、はいはい、はい、喧嘩島というんだそうです。なぜ喧嘩島言うというと、あそこに漁が豊富であって、そのために喧嘩をしようとというね、漁が豊富のそう、取れるんだよ、よく取れるで。道の下に見える2つの岩は仲良し親子島と名付けられ、大きい岩と小さい岩が2つ並ぶ可愛らしい島です。仲良し親子島です。ああ、そうですね。向こうから見るのとちょっと雰囲気違いますね。これは神行道を作る際に死んでしまった馬を憐れんで作られたもの。重たい岩を乗せ、険しい崖を行き来するため、多くの馬が死んでいったんですね。神行道にまつわる日です。馬頭観音堂ってありますが、まあ、これともう一つあそこに、あのこの先に神魚道碑というのがありますが、これがこの道路にまつわる、まあ、残してあるものと。でこれ馬頭観音ですが、馬という字がありますので、およそ見当つくんじゃなかろうかと思いますが、まあ道路に出てきた石を運ぶという、そういう時に、まあ、犠牲になった馬がかなりおるようなんですが、それの哀れさを感じて、ここにあそこに書いてありますけど、あの方たちが寄付してここに作ったと、こういうものです。これは神魚道を作る時に その馬を哀れんで作った日ということです。ここまで登ると相当遠くまで景色が楽しめますね。遠くに見えるのは飯の浦町と萩市江崎の境となっていて、尖った形が美しい多々良崎です。あそこ多々良崎と言いますが、あそこがあの向こう側もこういう入り江になってるんですけど、ここが飯の浦と江崎の漁場争いで境を決めかねておって、こっからが飯野らじゃ、こっからが江崎じゃとね、揉め上げて歴史上に残る石彫論争というんですが、いや石見の国と長門の国です。どこが境かというと、そういう裏あれを裏境の争い中というんですかね、裏港の境の争いという線が抜けたもんじゃね、いつまでもあそこを揉めておったんですね。遠くから見ると美しいですが、あの場所で
漁場争いが起こっていたんですね。参加者も興味津々の様子で聞いていましたよ。高いところに上がると向こう水平線の向こうにイサリビがこっちまでありましたね。ザーすごい景観でした。それこれ切り立っておりますので、まあ屏風岩というふうに名付けておられるそうです。あそこに船おりますね。漁師おりますね。さらに歩くと人形岩を見ることができました。人が寝そべっているように見えるという有名な岩です。よーく見るとそう見えますよね。人形岩が見えます。だいたいここに来てね、人魚岩どれかって探されるそうですが、人魚岩、あそこにここに大きいのがあります、あの向こうに、そう、黒っぽいのがあるでしょ、あれ人魚岩、顔に見えますよね、そして人魚岩を後にさらに歩くと人形堂碑がありました。これは道路の大切さを伝えるために明治15年に作られたものです。石に書かれた文字を現代語に訳したものがあったので少し読んでみましょう。山を切り開いて道を移したというその効果、現在人々が何の苦労も知らず往来できるという現実として現れていることは、慈しみというものは剣よりも鋭く強いものであるということを知るべきだと思います。中島翔也とその労務に参加し労働を提供した人々の功績は忘れてはならないものであります。よく心の中の目のくらみを払ってもう一度その功績というものを見つめてみようではありませんか。トラックもショベルカーもない時代、馬と人間だけの力で作られた道、完成するまでには相当な苦労があったことを感じます。この碑を読むとそのことがよくわかりますね。ここからは飯野浦漁港へ引き返します。海を見ながら人形道をみんなで下っていきました。海を眺めていると遠くにイルカの群れを発見。10頭近くのイルカが優雅に泳いだり飛んだりしていました。参加者は思いがけない光景に歓声を上げて喜んだりカメラで撮影したりと楽しんでいました。街角ウォーク歩いてみてどうでした？はい、今日また昔のことを思い出してまあ、いらない人は大抵に、この歴史は詳しいですけど、まあ、カイルさんがね、詳しくまた説明されています。第2回街角ウォークはいかがでしたか？益田市の橋、飯野浦町は、昔ながらの素敵な港町でした。海を眺めながら歩くことができる人形道は、市内屈指の絶景スポットということなので、皆さんもぜひ、遊びに来てみてはいかがでしょうか。館長、お疲れ様でした。お疲れ様でした。歩きましたね。歩きましたね、今日はいかがでした？もっとこの暑い中ね、どうしようかなと思って最後すっごい不安でしたけど、皆さんがね、看歩してくれたので本当にありがたかったですね。はい、海を見ながら酒がすごい良かったですね。良かったですよね。はい、イルカまで見れましたなんかお得感がありました。ありましたよね。はい、はい、本当にとても勉強になりました今日。ありがとうございます。はい、はい、じゃあ次回は、はい、